ガンダーラが聞き取れないわけですよ、まず、うんうん、で歌のタイトルガンダーラって分かってるんですよ。なのに本当にいわゆるもう昔から結構教科書に載ってるぐらいの曲から入るのがいいと思います。あ、なるほど、うん。Hello there! 始まりました森哲チャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてですね、Yumi's English Bootcamp のですね、Yumi先生にお越しいただきました。ありがとうございます。Thank you, thank you, thank you. Hello, hi, my name is Yumi, and I teach American English pronunciation in Tokyo. 皆さんこんにちは。English Bootcamp の、Yumi と言います。東京でですね、アメリカ英語の発音の指導というのをしております。で、今日はあの森哲さんのチャンネルにあのゲスト出演するということで、はい、非常にちょっとあの緊張してるんですけれどもちょっとじゃあ自己紹介でですね、多分私のこと知らない方がいっぱいいらっしゃると思うので、まあ、英語の発音コーチということで一応ですねこんな感じで本を出してます。このこれですね、これ英語発音トレーニングブックって言って、こちらはまあ、発音の細かい一個一個の母音とか子音とかを解説してる本なんですけど、こちらで私は監修をしております。僕も持ってます。ありがとうございます。でこちらは寝転んで学べる英語発音の本といいまして、私の愛猫のレオくんですね、こっちの方ですね、この、はい、サバトラ猫ですね。レオ君と今どこ行っちゃったんですけれども、出てきたら、はい、出てきたら、ね、紹介してて、まあまあまあキャットアレルギー持ってますけど、はい、でもそうなんですよ。アレルギーとキャッツですが、まあ出てきたら出てきたら共演面白いかなと。面白いかなって。まあそんなこんなでこれは猫とコラボしたって言って変ですけど、まあ、猫のイラストがね、まあ、こんな感じで入ってるんですよ。なのでちょっと絵本っぽい感じの発音のまあ読み物ということで、まあ、初心者の方からそこそこ英語が話せる方まで幅広くあの楽しんで読んでいただけるかなっていう本になっております。じゃあ由美先生のですね、チャンネルもですね、概要欄にありますのでですね、ぜひそちらも見てみてください。チェックしてください。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、いろいろ聞いていきたいんですけど、はい、まずですね、その英語です、ね、に興味を持ち出したのはいつ頃だったんですか？ですね、もう子供の頃ですね、はい、あのテレビで洋画劇場とか、はい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 、そういうのをやっていて、当時なんか日曜洋画劇場とか、あ、はいはいはい、あの金曜ロードショーとか、はいはいはい、あの本当に映画の番組がねいっぱいあったんですよね。でそれを見てそのこう当時は吹き替えなので全部、あ、ほほ、うん、で全部だからその日本の俳優さんが声を当ててやってたんですけど、はい、それを見ていて、であのクリント・イーストウッドのダーティーハリーシリーズって見たことあります？はい、うん、クリント・イーストウッドは知ってますけど、はい、まだもうすごいおじいちゃんだけど、まだ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 若かった頃の、はい、クリント・イーストウッドの、 あの荒野のガンマンとか、ああいう時代からの流れで、あのダーティーハリーシリーズっていうのがあったんです、はい、でそれテレビでしょっちゅうやってたんですよ。ほうほうほう。でその頃は当然その吹き替えなので、クリント・イーストウッドの声を山田康夫さんっていう有名な声優さんがやってたんです、うんうんうん、で山田康夫さんっていうのはあの初代ルパン三世の声をやってた人です。ほうほうほう。で昔はもう俳優のハリウッドスターの声はこの人がやるってもう決まってたんですよ。あ、はい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 、うん、そうですね、シュワルツネッガーだったら源田鉄章、そうですそうです、もう決まってたので、はい、なのでもう私の中でクリント・イーストウッドイコール山田康夫の声だったわけですよ。それが何かの番組でなんかインタビューかなんかに答えるクリント・イーストウッドがいて、で地声が英語が流れて字幕が日本語の字幕が出たのを聞いたときに、うん、当たり前ですけど声が全然違ったんですよ。まあまあそうですね、そうですね、当然ですけど、はい、でってで、しかもクリント・イーストウッドの声は地声実は結構甘い声なんですよ。でルパンの声じゃなかったんですね。でもそれすごい衝撃で、私が今まで聞いてたのは、まあ、言い方悪いですけど偽物の声だったんだって思って本当の役者さんの声じゃなかったっていうのをすごい小学校の時に思って、ああでも
英語話してるって思ったんですよ。そうですね、当然ですけども、まあ、英語喋ってるって思って、それがきっかけです。英語にすごい興味持ったの。そうだったんですね、うん、そこから。そこからです。で、普通に勉強は中学校高校としていくんですか。で、その後近所に英会話スクール、子供英会話っていうのができて、はいはいはい、で小学校の4年生か5年生ぐらいの時に1年半ぐらい通ったんです。でそれが一番最初の英語との、はいはいはい、関わりでした、うんうんうん、でも中学に入るとも普通の、こう、はい、普通の、はい、うん、This is a map とか、はいはいはい、That is a table とかそういうのになっていったので、はいはいはい、そこから普通に学校英語に入っていった感じです。なるほど、そういう感じだったんですね、うん、でそれ、まあ、英語は得意だったんですか。英語は苦手だったことは一度もないです。あ、なるほど。基本的にやっぱり英語はすごく好きだったのと、うんうん、こう学校の英語って基本的には暗記すればなんとかなったので、はいはいそうですね、なので暗記である程度乗り越えられたっていうのもあって、うん、で、まあ、長文とかになってきた時にちょっとしんどくなりました。大学受験の、うんうん、長文が結構きつくなってきた時に夏季講習とかに行きました。予備校。そうなんですね、うん、ほうほう。で当時、ま、河合塾っていうところに行ったんですけど、はいはい、私ね。で普通になんかこう国立文系英語みたいなのがあったので、はいうん、そこでやりました。それで長文だけはそれをやりましたね。やっぱりちょっと自力でやるのきつかったです、長文は。そのクリント・イーストウッドの次の私の衝撃が、ゴダイゴっていう、はい、歌のグループがいて、はい、で当時ガンダーラとか、ガンダーラ、そうです、はいはいはい、でそのゴダイゴは外国人と英語ができる日本人が組んでるバンドなんですよ、うん、全員英語が話せるっていう、はあはあ、で歌も全部英語っていう、はあはあはあ、ですごいって思って、やっぱり、はあはあ、ガンダーラが聞き取れないわけですよ、まず、うんうんうん、で歌のタイトルガンダーラって分かってるんですよ、はあはあ、なのにインガンダーラガンダーラっていうね、はあはあ、ガンダーラが聞き取れないわけですよ、はあはあ、なんて言ってるんだろうっていう、タイトルガンダーラなのに、それが衝撃でした。ガンダーラって分かってても聞き取れないんだっていう。あ、そっか、英語の歌ですもんね。うん、そうなんです。全部全編インディアみたい な, なんかそんな歌、うん、そうそうそう They said it was in India でした、ね、そう、なんとなく記憶にあります、うん、はい、全然聞き取れなくて、でオープニングがモンキーマジックっていう曲だったんですけど、はあはあ、モンキーマジックってやつです。モンキーマジック最優機、そうです、最優機です、はあはあ、で両方とも全部英語で、もうこれね、当時そのないのでね、全編英語の歌って、でしかも歌ってるのは一応日本人 で, でそこがね、やっぱり英語の音にすごい惹かれたきっかけですね。なるほど、それがきっかけだったんですね、うん、いいですね。普段はこういう勉強した方がいい発音はみたいな、普段はやっぱね、私ね、歌だと思います。歌、なるほど、うん、歌、何でもいいので好きな英語の歌ね、英語のネイティブの人が歌ってる歌をまるまる自分も歌えるようにする。ほう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 、なるほど。ほぼほぼ見ないでも歌える、カラオケでこうわーって歌えるぐらいまで練習する。これすごい効果があるので、でリスニングにもね効果ありますよね。なので歌がね一番いいと思います。おすすめのこの歌手から入ったみたいなのありますか。あんまり早いと、最初から早いとしんどいっていうのもあるし、そうですね、ラップとかいきなり、ね、エミネムのラップとか言ってそう、ちょっと無理があるので、ラップとかなんかヘビーメタルとかね はちょっときついものがあるので、本当にいわゆるもう昔から結構教科書に載ってるぐらいの曲から入るのがいいと思います、うん、あ、なるほど、うん、それこそ本当ビートルズとかカーペンターズとか はい、あのあたりがね一番無難です。ビリー・ジョエルとか、あ、はいはい、で何曲か歌ってみて、あ、結構いけるんじゃないって思ってきたら、ちょっとアップテンポなものにしてみて、うん、あとね、その平易な英語で歌ってるものを選んだ方がいい。なんか特殊な歌じゃなくて、なんかスラングばっかりとか、はいはいはい、なんかすごく劇場的なすごく大げさななんかない歌詞とかね、そんな一般的に日常的に言わないような
やつとか、そうではなく普通のなんか中学英語で書かれてるようなラブソングとか、うんうん、そういうものを選ぶ。そうすると使えるから、うんうんうん、フレーズが会話で。ほう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 。そうですね、うん、この由美先生のチャンネルでもいろいろな歌のですね解説とかしたりしてますのでですね、ぜひそちらもですね、ぜひ参考にしてみてください。はい、今回はですねこういった形でですね、ユミスイングリッシュブーキャンプの由美先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.